レイモンド・ラフト、レイモンド・ラフト、レイモンド・ラフド1945年12月6日台は、アメリカ合衆国の政治家、共和党に所属し、1995年から2009年まで、イリノイ州選出連邦会議員、2009年からアメリカ合衆国運輸長官を務めた。1945年12月6日、ラフットは、 イリノイ州ピオリアにおいて誕生した。父親のエドワード・エム・ラフットは、レバノン系アメリカ人、母親のメアリー・エイ・ボーゲルは、ドイツ系アメリカ人であった。ラフットは、イリノイ州ピオリアのスポールディング高校を卒業し、1971年に、ブラッドリー大学で教育学の学士号を取得した。ラフットは、学校教師とロックアイランド軍青年局長を経て、 1977年から1982年まで連邦会員議員トム・レールスバックの補佐官を務めた。ラフウッドは1982年から1983年までイリノイ州会員議員を務めた後、1983年から1994年まで連邦会員議員ロバート・ミシェルの補佐官を務めた。ラフウッドは共和党恩恵派が構成する。 メインストリート派に加わった。ラフウッドは連邦下院議員ロバート・ミシェルの引退を受けてその公認の座を獲得した。ラフウッドは1994年に共和党革命の流れに乗じて連邦下院議員選挙に勝利した。ラフウッドはニュート・ギングリッチが中心となって作成した共和党の公約アメリカとの契約に署名を行わなかった。 ラフウッドは2006年のイリノイ州知事選挙において再選を目指すロット・ブラゴジェビッチの対抗馬と目された。だが2005年8月18日、ラフウッドは州知事選挙への出馬を否定し、自身の選挙区以外のことはほとんど把握していないと述べた。ラフウッドは2006年の連邦会院議員選挙において民主党スティーブ・ウォーターワースを 得票率67%対33%で下した。ラフットは、エイブラハム・リンカーンの業績を強く支持し、リンカーンの生誕200年記念委員会の立ち上げに関する法律を起草した。ラフットは加えて、リンカーン大統領図書館の設置にも関与し、生誕200年記念委員会の委員15人と共に設置を後押しした。2007年、ラフットは、 母校ブラッドリー大学の学長選挙立候補を打診された。これは、前学長デイビッド・ブロスキーの引退を受けてのものであったが、ラフットは、この要請を辞退した。ラフットの議会会員における投票行動に関しては、いくつかの市民団体が、それぞれの基準で評価を行った。2007年に保守派団体、成長クラブが実施した評価では、 ラフトの投票行動のうち成長クラブが好ましいと判断した投票は0%であった。また同じく2007年に政府の浪費に反対する市民の会が実施した評価ではラフトの投票行動のうち政府の浪費に反対する市民の会が好ましいと判断した投票は11%であった。ラフトは下院議員在任中政治専門ケーブルチャンネルースパンに論客として 最も多く出演した。クリントン大統領の弾劾手続きに際しては弾劾反対側の議員として司会振興役を務めた。2007年7月26日、ラフットは翌年の会議員選挙に立候補しないことを表明した。ラフットは2009年1月の任期満了をもって会議員を引退すると言及した。2008年12月19日、 次期大統領バラク・オバマは次期運輸長官にラフットを指名したと発表した。ラフットの指名に関しては気候変動問題やドーナツ化現象への対応が期待された。多くの批評家はラフットの経歴に言及し輸送に関する問題を扱った経験が少ないと指摘した。ラフットは運輸長官指名当時運輸委員会の委員ではなかった。また、 歳出委員会では、運輸予算の拠出に否定的であった。ラフットの運輸長官起用に関しては、党の枠を超えて支持が集まった。また、専門知識の少ないラフトを起用したことは、運輸省の役割縮小を示唆するものと考えられた。2009年の主要政策討議において、運輸省の重要度は低いものとなり、ラフトには、儀礼的な役割が期待された。 運輸政策については民主党所属の会運輸委員会、ジェームズ・オバスター委員長がよ大きな影響力を有しており、オバスター委員長には強い指導的役割が期待されていた。オバスター委員長はラフットについてその機質や経営的才能を称賛した。またラフットは1990年代に運輸委員会に所属していた経験があり、オバスター委員長には その当時のラフットの人物像について質問が投げかけられた。これについて、オバスター委員長は、すぐには思い出せないと口を濁し、私は、彼、ラフット委員が起草した法律について、詳細に述べることができないと述べた。また、オバスター委員長は、彼、ラフット委員は終始一貫して、チームプレーに努めてくれたとも言及した。そして、オバスター委員長は、 ラフットについて政策立案は骨の折れる仕事だがきっと支援任務を果たしてくれるだろうと期待を示した。ラフットは2009年1月21日に連邦上院において発生投票で運輸長官就任が承認された。ラフットはオバマ政権閣僚における唯一の共和党員であった。2009年から2010年にかけてのトヨタバッシングの 際にも運輸長官として様々な対応を取った。なお、2011年2月8日の運輸省最終報告ではトヨタ車に事故の原因と見られた欠陥は一切見つからなかったと公表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。